お花紙の菊とスパッタリングを使った11月の色紙です。スパッタリングは絵の具が飛び散るので段ボールなどで囲いを作りましょう。平たい入れ物に絵の具と水を入れ、よく溶いておきます。今回は菊の花の形を写します。まず型紙を並べていきます。手前になる方を先に置くようにしてください。間に菊の葉っぱも並べましょう。ブラシに絵の具がつきすぎているとポタポタ落ちて跡が残ります。余分な絵の具を落として外側から中へ向かってスパッタリングしていきましょう。絵の具の垂れを防ぐにはティッシュなどを下に当てておくといいです。上になっている型紙を取って境目の部分にスパッタリングをします。花の重なりがうまく出てきました。この上に置く菊の作り方はお花紙で作る菊の花の動画をご覧ください。花と葉を置く位置を決めたら葉っぱだけをのり付けします。文字を書くための筆ペンなどを用意したら、字を書く配置を考えましょう。書いた字が擦れないように左から書いていきました。文字が書けたらお花を貼ります。おっと、日付を入れるのを忘れていました。花を貼ってからでは文字が書きにくいので、花を貼る前に書いておきましょう。朱肉で名前のハンコを押して出来上がりです。色や配置、添える言葉を変えて、オリジナルの色紙を作ってみましょう。